では表題の論文について、丸山が、文献を紹介します。はい。で、この研究なんですけど、変異化のコーパスを作るときに、アライメントを取る、そのアライメントの手法っていうのをいくつか提案しているものです。で、何個か提案していて、で、ニューセラコーパスっていう、コーパスから分のアライメントを取って、データセットを作りました。で、その新しく作ったデータを使うことで、一般的な SMT のモデルでも、その変異化、一番高いスコアを出している変異化システムを上回るような結果が出たというような内容です。で、はじめになんですけど、今までの、変異化システムというのは、入力文をあまり変更しないシステムっていうものが、ほとんどでした。で、それっていうのは、変異化学習するためのデータのサイズだったり、品質が問題なんじゃないかというものがを挙げていて、で、例えば、ウィキペディア、シンプルイングリッシュウィキペディア、ウィキペディアのコーパスっていうのが、ここで英語ではよく使われているものなんですけど、そのイングリッシュウィキペディアと、は独立して、簡単な文 を書いてあったりとか、あとは誰かそのわからない人が書いているっていうので、あんまりよろしいデータとしての品質は高くはないんですね。でそれに対して、このニューセラコーパスっていうのは、そのプロフェッショナルが書いた記事で、シンプルイングリッシュウィキペディアのコーパスよりも品質が高いというものが高いです。で、このコーパスは、あるテキストに対し、一つの記事に対して、4段階のレベルで、変異化のテキストがあります。で、1から4まであって、4が一番簡単な文、簡単なテキストというものです。で、ただ、アライメントを取ってはを取るのが不十分であるために、そういうなんかシステムには利用されていないので、ここではアライメントの手法をいくつか提案して、それどういう、アライメントがベストなのかっていうものの比較をします。で、貢献としてはそのアライメント手法で、レキシカリベースとセマンティカリベースの方法を比較して、どちらがいいかというのと、あとは変異化、手作業で変異化するときに、元のテキストの順番が保持されているのかどうかっていう話を検証します。あとは、翻訳のモデルを使って実際にそのデータを使ってみると、ベストなスコアのシステムができるというような話です。で、手法は、アライメントの方法としては2つで、その、文、段落の類似を取る方法としては3つあります。で、アライメントの方法は、1つは MST というもので、後に述べる、類似度、文化の類似度を取る方法で計算して、一番近い難解文と対応づけるというもので、で、その下のものが、その MST を拡張したもので、1から1つの難しい難解文の、原テキストに対の 原文に対して、複数の、変異文が、対応するような処理っていうものを追加しています。で、この仮説としては、変異化のテキストっていうのはその原テキストの順番っていうのを保持しているんではないかっていうのが、背景にはあります。で、類似度を取る方法として、キャラクタートライグラムと、これがレキシカリベースと呼んでいるもので、下の2つがセマンティカリベースと呼んでいるものです。で、真ん中のものが、ワードトゥーベックを作って、で、その単語の平均ベクトルをその分ベクトルとして利用するものです。で、一番下のものが、ちょっと詳しいことはちょっとよくわからないんですけど、盗作を検出するシステムに
使われているもので、まあ、良いスコアを出しているらしいです。で、方法は、ニューセラコーパスから、まあ、ランダムに10個のテキストを選びます。で、レベルとしては、その原テキストと、あとはそれからちょっとだけ平易にした1と、あとは簡単な方の一番ベストな、一番平易な、まあ、4、3、4を使います。で、これに、先ほどのアライメント手法と類似度の、まあ、組み合わせの6種類の手法を適用して比較します。で、評価は人手で行っていて、その3つのペアですね、この0から1、0から4、3から4に対して、2人のアノテーターで3段階の評価を行います。で、評価は、この0から0、1、2の、パーシャル全く一致しないというものと部分的に一致する、あとは、まあ、全く同じというような3段階です。で、結果が、こちらになります。で、一番この左側のここが手法を表していて、でこのアスタリスクのマークがついているのがあれとこの MST を拡張した方法でアライメントを取っている結果です。で、ここの、数字が、まあ、グッドと、パーシャルマッチの、割合を表しているものです。で、この HMM っていうのが、既存の手法で、この上の6つが新しく提案している手法です。で、この C、まあキャラクター、トライグラムの、まあ、2ステップっていうものは、パラグラフでアライメントを取った後にそこからセンテンスに絞り込むっていうような方法です。で、はじめに、その既存の手法と比較すると、まあ、提案している、まあ、6つの手法が、まあ、高い割合でマッチしていることが分かります。でまた、この数字からはちょっとわからないんですけれども、既存の手法よりもグッドマッチの割合っていうのが、提案している手法で多くなっています。で、その提案している手法の中でも、セマンティカリーベースと呼んでいる、まあ、この2つの手法は、なんか、歴史カリーベースというよりも、ちょっとこう劣っているような傾向にあります。あとは、その、まあ、この6つの中ではベストな、歴史カリベースのシステムっていうのを、まあ、広げて、まあ、2ステップで行うことで、まあ、さらに高いアライメントを、まあ、取ることができるというような結果に なっています。で、でその、まあ、アスタリスクついているものとついていないもので、まあ、比較をすると、ついていないものですね、その、ものの方がスコアが高いっていうのが分かります。で、このことから、その冒頭で述べた仮説っていうものを、まあ、取り入れない方がいいんじゃないかというような傾向があります。で、次に、翻訳機を利用して、実際にデータセットの、まあ、効果を調べるということも行っていて、で、トレーニングデータは次のこの4パターンをで行っています。で一つは、普通に Wikipedia のコーパスと、Wikipedia のコーパスに、新しく作る、アライメントを取って作ったデータを加えたものが下の3つで、隣接するレベルですね、0から1とか、まあ、3から4とかっていうものに対してのアライメントを、このベストな手法で取っているっていうものがこの括弧2で、全てのレベルに対して、これで取っているものが3というような感じです。で、チューニングと、まあ、テストはその Amazon メカニカルタークから、まあ、得られた、まあ、1つのテキストに対1つの文に対して、8つの参照文がついているようなデータを使います。で、評価は変更を行っている
数と、それがまあ正しいかどうかっていうものと、あとは文法と意味の保持性をまあ1から5の5段階で、まあ、5が高い一番良いスコアで、まあ、5段階つけていて、あとは参照文に対して、まあ、平易かより平易になっているかどうかっていうものをマイナス2からプラス2で、スコアをつけています。で、その Wikipedia のデータをのみを使ったものに、新しくデータを加えたものを比較すると、よりそうですね、この文法とか意味の保持性っていうのが改善されていることがわかります。で、またその一番良いスコアを出しているようなシステムと比較しても、文法のスコアを、できるだけ、まあ、キープしながら、平易さや、まあ、意味の保持性とかっていうのを高いスコアを出しているってことがわかります。まとめです。ここでは、文、まあ、段落のアライメント手法っていうものを提案しました。で、結果から、まあ、レベル0から4の、まあ、アライメントでは、セマンティカリベースのシステムよりも、レキシカリベースのシステムの方が、まあ、優れているということが分かりました。あとは、新しくこの手法で作ったデータを加えることで、一般的な SMT モデルでも最先端のシステムというものを上回ることができました。以上で終わります。